る母をいつか来るにせけちで丸る思い見船に抱かれて金色の明日を目指す真実も探せないまま好き。この感情は不適切。連結された脳の中で人間的な情感を司る部分。簡単に言えば愛情に関連する部分は一つの、とある女の子の脳髄に集約されていた。淘汰の過程で脳陰痴炎は自らの手でその内なる女の子を潰しちゃったの。正義貫いてみせろ。やっ、
終わりにしよう。言葉よりも記憶よりも彼女が燃えてる。熱く濡れた僕に語る方法を、いつかすぐにせかしらまる想いに胸に抱かれて、最大出力の明日を目指す。ここを見ているのか。ノイン全抑圧停止。 AI ネットワークは機能を完全に回復します。助力をありがとうよ。お返しを受け取れ。コウさん、やったんですね。キャリアを倒したんですね。ああ、これでどうやら閉幕だ。これよりキャリアのコアを破壊する。中止だ。急いでケンリー軍に連絡を取れ。ここには親父が来ているはずだ。コウさん、いえ、注意。もしかして記憶が戻ったのですか。注意です。安心しろ。アセンブラを何度かする秘策があるんだ。秘策ですか。だけど、ここは無理しなくていい。さあ、すぐに連絡を。やあ。おい、聞こえるか。お前、菜の花なんだろ。嘘、まさかこの声、こうなの。ああ、そうだ。心配するな。必ず助けてやるからな。自爆装置を持っているはずだ。探り出して解除してくれ。え？あ、確かに。どうしてこんな反応に気づけたんですか。
犯人を告げてやつか。ところで栗原先生、隠れていないで出てきたらどうです？さすがだな。気づいていたのかね、コウ君。ええ、いろいろとね。なんとなく神父の正体が誰なのかも気づきました。そうはさせん。アキニエは下がっていて。あ、あとこれを受け取って。これがあればグングニールでナノハゴと会社を焼かなくても済むはずだ。何をこそこそ話しているのかね。敵を目の前にして内緒話とは余裕があるな。長官と敵になる必要はない。そう言ってもきっと納得してくれませんよね。4。グングニールの制御権移行を停止しました。そいつはよかった。イサオ、俺たちの勝ちだ。停戦命令を出せ。どうしたの、こう。始末だ。トランキライザーに乗っているのは渚注意だろ。どうしてそれを。親父、おばさん、構造体にドミニオンが潜んでいるはずだ。ボードが壊滅したらここに来るぞ。安心してください。私は絶対に死んだりしません。必ず先輩の元に帰ってきます。先輩は最強のホットドガー。先輩ならできる。いえ、先輩しかできません。よし、二人でそいつをぶち壊すぞ。ソラや先生の仇を一緒に討とう。はい、先輩。1プラス改編後26,040時間。いいのか、あの町は住み心地がいいって気に入っていたんだろう。ええ、あなたは故郷に戻りたいんですよね。ああ、せっかく帰れるようになったんだ。そこが荒れ果てているなら自分たちの手で立て直したい。青州開拓復興村、苦労はしそうですが楽しみです。安心しろ、お前にも
お腹の中の子供にも妙な不幸は決してさせない。はい、あな2プラス改変後13128時間。またここに戻ってこられたんだね。ああ、これからが大変だぞ。まだ水道も電気も来ていないし、そんな状況で家を建てなくちゃならないし。とりあえず畑でも作らないとね。この先大変なのに、なんだか幸せでワクワクしてる。お前との約束も実現しないとな。女の子と男の子一人ずつだったよな。実はね、ゴウ、その件で聞いてほしいニュースがあるんだ。実は私、お腹に。3プラス改変後19680時間。おめでただってね。嬉しいけど、あんまりめでたくね。結局我慢できなかったね、お互いに。みんな祝福しつつ、妙に皮が引きつってたもんな。視線も妙に生温かかったし。何よこう、そんなの私が産婦人科のロビーで受ける驚愕の視線に比べれば何でもないわよ。しかしまあ、お前がママか。なんだか見た目からして愉快な家族になりそうだよな。で、こう、生まれてくる子が女の子なら、つけてあげたい名前があるんだけどな。4プラス改変後34320時間。こう、大変、空が。はいはい、おしめだろ。泣き止まないからってお腹が空いてるとは限らないから。私ダメなママ、得意なのはおっぱいだけ。まあ確かにおっぱいは立派だけどね。おはよう。大変ね、コウさん。おはようって、もう夕方ですよ。コウも空もおっぱいに夢中。これだけが妻としての自信を支えてる。まあ二人で仲の良いことで結構な。あのね、赤裸々な夫婦生活の告白はいいから。5プラス改変後48000時間。赤ちゃんが生まれるというのに、なぜ胸が大きくならないのでしょう。これもノインツへの陰謀でしょうか。俺はそのままでいいけどな。コウさん、やはりロリコンでしたか。あのな、自分で言うか。なーに心配するな。君らには私がついている。マコト君も胸を大きくしたいのなら注射一本で結構です。7文化祭の日、また先生が発作を起こしてしまいました。私は悪魔を制したつもりでいた。彼を利用したつもりで、私は彼に利用されようとしているのだ。みんなの中で私だけが知っている秘密。先生の心の中には悪魔が巣っているのです。先生はその悪魔を利用して研究を進めてきました。でもそのおかげで悪魔に心を乗っ取られそうになっていて。このままではもって1年が限度だろう。それまでに研究を完成させないと。私は自分が何をするのか恐ろしい。先生、落ち着いて。でもこの日の発作は本当にひどかった。先生が壊れてしまいそうで怖かったです。焦った。私は何もかも捨て、全てを捧げてきたのに。孤独で家族も恋人も持たず、何もかも投げ捨てて。思わず声を上げた途端、
先生は血走った目で私を見つめて、ま、誠くん、先生、びっくり。先生がいきなり抱きついてくるなんて、心臓が破裂しちゃうかと思いました。でも、なんだかかわいそうです。こんなに大きな体の男の人が小さな私にしがみついて泣くなんて、本当にかわいそう。先生は苦しんで頑張っているのに、私には何もしてあげられないけど、せめて、私は先生の背中に手を回して、せめて優しい言葉で慰めてあげようと思いました。先生、大丈夫だよ。せめてそう言って励ましてあげたい。私は言葉を口にしようとして、その時、私の心に一陣の風が吹いたのです。その感じをあえて言葉にするなら、先生が本当に好きなら、ここで慰めると後悔する、そんな直感というか確信みたいなものでした。ネットでお話しする？いいえ、これは今私が自分の肉声で言うべきこと。私にはそれが分かりました。だから私は10年分の勇気を振り絞ってみたんです。先生、先生、そんなに苦しいのなら研究をやめてしまってもいいんじゃありませんか。誠くん、君、言葉が不思議。今までリアルではうまく話せなかったのに、これは奇跡。先生を苦しめている原因は知っています。すごいです。常人ならあっという間に心を奪われてしまうのに、先生は何年も耐えてきたんですよね。どうしてそのことを。なんとなくです。そうとしか言えません。なんとなく私は悪魔の正体を知っているんです。危険は覚悟の上だった。ノインツェーンの力がなくてはアセンブラは完成させられないのだ。私は命を懸けてもアセンブラを完成させたい。そのためなら何でもすると誓ったのだ。でも先生はアセンブラを殺人兵器にはしたくないんですよね。誠くん、先生がびっくりしてます。実は私もびっくりしています。言えば言うほど言葉が湧いてくるみたいな感じです。まるで何年もそのことを考えてきたみたいに。確かに、もし私の精神が破れれば、私のアセンブラは史上最悪の大量殺戮兵器となる。私の心には絶えずその誘惑が浮かんで止まらない。よかったら私の先生を紹介します。ノイ先生、私やお姉ちゃんの主治医。その意味は先生ならわかりますよね。アークの関係者。しかしそれではアセンブラの完成が遅れてしまって。先生はすでに基礎研究を完成させたんですよね。あとは誰かに任せてしまっても大丈夫では。研究を遠ざかれば先生の症状も軽くなる。長い目で見ればその方が成果が上がるかもしれません。しかし私の努力は一体。先生は功名心で研究を続けているわけじゃないですよね。最悪先生が完成させなくても誰かが後を継ぎます。一度生み出されたテクノロジーはいずれ誰かが作り出すものですから。君は本当に誠くんなのか。確かに、なんか私すごいこと言っちゃってます。普段なら怖くてこんなことは絶対に言えません。だけど言えば言うほど勇気が湧いてきます。考えてみれば当たり前です。私は先生に悪魔となんか付き合ってほしくないのだから。今までは嫌われるのが怖くてそれをただ言えなかっただけ。私たちはドレクスラー機関の主任さんを尊敬しているんじゃないんですよ。先生に何かあれば
先輩たちやナノハちゃんが傷つきます。みんなは先生のことが大好きで、気がつけば先生が黙り込んでしまっていました。調子に乗って生意気なことを言ったから怒っているかもしれない。今更怖くなって体が震えてしまいました。すみません、分かったようなことを言ってしまって。その通りだ。確かにここで危険を冒しても単なる自己満足だ。そんなもののために天球人々を危険にさらしても仕方がない。先生、しばらく休もう。私は研究に魂を捧げたはずだ。なんだ、魂を裏切らないためにもそうすべきだな。さすが先生、分かってくれました。ただ言葉が自分に言い聞かせているみたいで、今度こそは慰めてあげてもいいはずです。先生、寂しいのならもっと寮に遊びに来てください。みんな大歓迎ですよ。キサラギ寮か。うちなら私が聞きます。先輩方と違って私は先生の弱い部分も知っています。それに私、先生をお父さんみたいに思ってるんですよ。お父さん？私がかね。あの先生が目をまん丸にしています。照れている先生ってちょっと可愛いです。だからちょっとだけ勇気を出してからかってしまいました。お父さん。な、うわ、なんだかものすごく驚かれてしまいました。でもその顔がおかしくて私も照れくさくなってつい笑ってしまいます。君を娘と呼ぶには私は若すぎると思うんだね。ひとしきり笑い合った後、先生が肩を叩いてくれました。顔を見ればいつもの優しい先生に戻っていました。ありがとう。しかし君が叱ってくれるとは思わなかった。風が吹いたんです。これでおケアがまた儲かります。不思議な子だ。正気に戻った気分だ。私がいる限り先生は悪魔になんて渡さない。先生の笑顔を見て私は固く心に誓ったんです。そして冬がやってきます。7プラス1240時間。さすがにこの時期夜中は寒いよな。遅いなあ、あいつ。水月空さんからコールです。もしもし、空、今どこなんだ？まさかまだ研究所前とか言うなよ。もしそうだって言ったらどうするの？やっぱりか。どうせ切符を買い間違えたんだろ。それも北海道行きの夜行電車とか、キテレツな勘違いよ。そう言えよな。今着いたって報告しようとしてたのに、キテレツなツッコミを入れてくるからよ。お前は普段の行動がキテレツだからな。ツッコミだったキテレツにならざるを得ない。ふん、こう？ひょっとしてあなた私をバカとか思ってない？そこそこ。あのね、人をデートに誘っておいてバカとか普通言う？俺は質問に答えただけだ。お前こそ人を寒空で待たせて一体何を。本日統合軍並びに州政府関係者を招いて行われた第二世代ナノマシンアセンブラのデモは大成功のうちに終わり。成功したんだな、例のデモ。うん、先生が魂を削って作ったアセンブラだもんな。成功しないはずがない。うん、先生も病院できっと喜んでいるよ。実に素晴らしいテクノロジーだ。
私はこの研究に身を捧げた栗原直樹博士、心からの敬意を表したい。で、話し合いはどうだったんだ？うん、心よくオーケーしてくれたわ。これで来年からレインも如月寮の一員。って、ちょっと何にやけてるのよ。微笑んでるって言え。あのな、いいか？俺はな、CDF 交換であるアナン氏らの逮捕、反 AI 派仮想組織の検挙など、このところ我が州では暗いニュースが続きましたが。そういえばジルベルトが捕まったらしいぞ。うん、聞いた。野放しの野犬がやっと捕まった気分よね。で、喧嘩の続きは？もういい。なんでこんなところまで来て言い合いをせにはならんのか。ごめん、言い過ぎた。確かに誘っておいてバカはないよな。ごめん、私も遅くなって内心気まずかったからつい。まさかこれを買うために遅くなったのか？ちゃんと前々から準備してたわよ。ただなかなか通販が届かなくて。受け取ってすぐに開けないでね。ちゃんとドキドキを家まで持ち帰って自分の部屋で一人になって確認するのよ。よろしい、よくわかってるじゃないの。ちなみにくだらないジョークは言わないこと。相変わらず気が合うのか合わないのかわからないわね。ハウリング前からそうだったからな。もともとそういう相性なんだろうさ。うん、きっとそうだね。歩きながら話そうか。実はな、あれって。へえ、そうなんだ。今朝ね、なんだかすごい夢を見たんだ。奇遇だな。俺もなかなかすごい夢を見てたんだ。実は空が溶けて死んじゃう夢で。まだハウリングが続いているのかな。それはないはずよ。ないはずなんだけど。もしかしてその夢って続きがあったりしないか。うん、まあね。こうこそ一体どうなのよ。ああ、実はな、ソラが死んだ後俺は傭兵。ストップ。なんとなく分かっちゃったから。何を頬を赤くしてるのよ。そういうお前こそ頬が真っ赤じゃないか。ねえ、夢の中身を話してみない？思い切ってオチの部分だけでも。よし、じゃあ同時に言ってみるか。コウと私が愛し、なんでこんな夢を見るんだろう。これもハウリングの後遺症なのかな。多分お互いにまだ引きずってるよね。出なきゃコウとなんて夢見ないだろうし。俺だってどうして空となんて夢を見たんだろう。でも実は妙な気分。なんか夢の印象が強すぎたおかげか、コウとこうやって話してるのはちょっと不思議で。絡みでトラブルでも起きているのかな。今度は違う気がする。どちらかといえば誰かの夢が漏れてきたみたいな感じで。夢が漏れるね。なんか悲しい夢だった。最後の方はいい夢になったはずなのに、見ている私はなんだか悲しくて。
おい、何を夢の話で涙ぐんでいるんだよ。ごめん、自分でもわけがわからないの。こうして話ができているのがなんだか奇跡みたいに思えちゃって。しっかりしろ、夢は所詮夢でしかない。同感だからこそ言うんだけどな。ごめん、変だよね、こんなの。とにかく正夢にならないように気をつけよう。互いに溶けたりしないように気をつけないとな。バカ、真面目に話してる時にふざけないで。ごめん、実はふざけたくなる理由があってな。わかってるよ、コウが私を呼び出した理由もなんとなくわかってる。何をしてるんだろうね、私たち。奇妙な体験が続いたからな、影響を受けない方がおかしいよな。実に同感ね、門倉君。ああ、衝動に負けなくて本当によかった。私たち、ハウリングとかに頼らなくても、そこそこ仲良くなれるんじゃないかって思ってるんだけど、コウはどう思う？俺もそう思う。だから、変な影響が消えた今、素の心で俺とお前の気持ちをじっくり確かめてみたい。どうか。あと一年はあるんだもんね。こうやって気持ちを確かめて、ゆっくりと思い出を作っていかなくちゃ。おい、ソラ！うん、来年はきっと思い出に残る年になるわ。私には確信があるの。同感だがはしゃぐな。夜の公園の雰囲気がぶち壊したぞ。今はイブの最中でカップルの皆さんが。ずっと待ってた季節がやってくる。今はなんかそんな感覚なの。わけわからないけど今はすっごく幸せ。話を聞けって、なんか妙に同感できちゃうのが恐ろしいけどな。やっぱり私たち実は相性いいのかもね。ぼっとしてちゃダメよ、こう。ほら、今は私をちゃんと見ていなさい。ねえ、学園のパーティーに行かない？千夏ってば今頃半べそ書いてるわよ。三人で今日は夜通し騒ぐか。いや、他の連中も引っ張り込んで、キサラギリを全員でイブを祝うとするか。覚悟してよ、コウ。私は決して誰にも負けない。必ず勝利を勝ち取ってみせるから。負けない？どこの誰に戦いを挑んでいるんだよ。内緒。焦らなくても来年の今頃には答えが出てるから。
6プラスオーバーフロー。セーブするの？これでいいのかな？どうかしら。久々にリアルをリアルボディで歩いた感想は。久々なんてレベルじゃないですけどね。リアルボディってこんなに重かったっけ？なんか昔のアキネーの気持ちがわかるよ。それでもなので再構成した肉体は本来の肉体より軽いはずよ。ソラ！ゴー！長かったな。長いって形容詞じゃ収まらないわよ。なんか甘い味がするな。ああ、さっきそこで果物を見かけて。それはきっと体が生きているから。今の私たちは無数の細胞の集合体。細胞一つ一つが喜びを感じているのよ。こんなキスなら毎日だって歓迎だ。だったらこういうキスが毎日できるようになる方法があるよ。待っていた。コウ、私のコウ、これからやっと私たちの現実が始まるんだよね。そうさ、ネットにいるみんなもまたリアルに帰ってくる。この星にもう一度人の歴史が始まるんだ。やっと取り戻すことができた。どうしたの、コウ。なんでもない。口に出して言うのは照れくさいようなことさ。セーブするの？これでいいのかな？バルドスカイ。